皆さんこんにちは、Bレジェンド大林です。今回はですね、お客様からではなくて、この動画を撮っているですね、ディレクターからの質問でですね、トレーニングを始めた頃の自分に言いたいことというタイトルでですね、お話をしていこうかなと思います。私もね、トレーニングを始めて15年ですね。初めてバーベルを握ったのが高校1年の時、当時野球をやってまして、その補強としてですね、ウェイトトレーニングを始めたのがきっかけで、紆余曲折ありながらも15年ですね、トレーニングを続け、今はですね、趣味でボディービルの大会にも出るようになったんですけども、トレーニングを始めた当時というのは、ちゃんとした指導者がいたわけでもなくて、先輩から教わったりとかですね、当時はあんまり YouTube とかニコニコ動画みたいな動画サイトにもトレーニングのやり方を教えてくれるような動画って少なかったので、数少ないそういう動画を見たりですね、トレーニングの本を読みながら自己流でやっていた部分があったので、かなりですね遠回りをしたなという印象があります。こんなことをやめといたらよかったなとか、もっとこうしといたらよかったなっていうことが結構あるので、トレーニングをね始めようかなと思っている方とか、トレーニングを始めたばっかりっていう方なんかはね、参考になるかと思いますので、ご覧になっていただければなと思います。まず一つ目は、とにかく怪我をしないようにトレーニングしてくれっていうことなんですね。そんなに大きな怪我をね、私もしたわけではないんですけども、ぎっくり腰したりとか膝を痛めたりとかですね、去年なんかは左肩ですね、胸郭出口症候群といって、神経をね筋肉が圧迫しちゃってしびれとか痛みが出るような症状なんですけども、そういうのにかかってしまったりとかですね、小さいながらもちょくちょくですね怪我をしてしまったことがあったんですね。で、怪我をした当時のことを振り返ってみると、重たい重量でねトレーニングをしたくてちょっと無茶をしてしまったりとか、疲労が溜まっててね、なんかちょっとこれやったら怪我しそうだなっていう、こう嫌な予感がありながらも、いつも通りのトレーニングやりたくてちょっと無茶をしてしまったりとかいうのが原因で怪我をしてしまったなというような印象があります。一旦怪我をしてしまうと、そこから回復するまでっていうのは結構時間がかかりますし、治ったとしてもまた痛めやすくなったりとかするんですよね。やっぱり癖になったりすると言ったりするんで、ちょっとでもなんかおかしいなと思ったらトレーニングやめるとか、違和感の出ない別の種目に変えるとかですね、あとはトレーニング前後のウォームアップとかクールダウン、ちゃんと体をね動かせるようになるためのストレッチとかですね、コンディショニングにもしっかりね気を使ってやってくれば、今もうちょっとね怪我の少ない状態でトレーニングできていたのかなっていうふうに思います。やっぱりトレーニングで一番大事なことは怪我をせずに続けていただくことだと思いますので、やっぱりねトレーニング好きな方はね、どうしてももっとたくさんやれば、もっと重たいのでやればもっと筋肉つくだろうとかパフォーマンス上がるだろうって考えがちなので、冷静に自分の体をね観察しながらやっていただければなと思います。そして2つ目なんですけども、食事に気を配るべきだったなと思います。トレーニング始めたばっかりの頃というのは、食事に対する知識もほとんどなかったんでですね、とにかく何でもいいからお腹いっぱいまで食べれば筋肉つくだろうって思ってたんですけども、やっぱりですね、食事の知識がなくて何でも食べたいものを食べていた頃よりも、食事に対する知識がついてきてですね、タンパク質の量とか栄養素の量というのを意識して食事をするようになってからの方が、体が変わっていくスピードって全然速くなったように思います。特にトレーニングを始めてすぐの頃というのは、筋肉が一番つきやすい時期でもあるので、そういう時期こそですね、少なくともタンパク質の量ぐらいには気を配るようにしていただいて、体重1キロあたり 2g のタンパク質はしっかり確保するというような形で、栄養摂取の方にも気を配っていただくと、より成果は出やすいんじゃないかなと思います。3つ目なんですけども、基本的な種目に集中してトレーニングを
をするべきだったなということですね。まあ YouTube とかですね、雑誌を見るといろんなトレーニングのやり方っていうのが載ってます。すごい体をしたですね筋トレ YouTuber がこのトレーニングのやり方いいですよっていう風にね紹介してたりすると、自分もね同じ種目をやれば同じような体になれるんじゃないかと思ってですね、いろんな種目をやりたくなるんですけども、そういうね YouTuber とか選手と同じ種目をやったからといって同じ体になれるわけではありません。私もねトレーニングを始めたばかりの知識がない頃っていうのは、ボディービルダーがやってるような種目とかトレーニングのやり方っていうのを真似しやってたりしたんですけども、やはりですね基本的なコンパウンド種目、スクワット、ベンチプレス、デッドリフト、ビッグスリーと言われる種目とかね、ショルダープレスとか懸垂、チンニング、ラットプルダウンとかね、基本的な種目を粘り強くやっていって重量を伸ばしていくというのが理想の体に近づくための近道だなというのを、これだけ長い間やってですね改めて感じます。やっぱり筋トレ YouTuber とかね、ボディービルダーの方とかね、そういうすごい体をしている方っていうのは、それまでの基礎の積み上げがあって応用的なトレーニングをしているものなので、基礎の部分をすっ飛ばしてですね、上辺だけすごい人の真似をしたところで効率よく筋肉はつきません。体を引き締めることもできません。やっぱりね基本的な地味でですねしんどい種目を頑張ってやり込むことこそですね、最短距離で結果を出していくための方法だと思いますので、基本的な種目をおろそかにせずにトレーニングをやっていっていただければなと思います。4つ目なんですけども、この3つ目とですね重なるところもあるんですけども、なるべく早いタイミングでちゃんとしたトレーナーから指導を受けておけばよかったなというのを強く感じてます。私がですねトレーナーとしていろんなお客さんを指導して思ったことでもありますし、去年の減量の時にトレーナーについていただいてコーチしてもらって痛感したことでもあります。今はですねインターネットで大体の情報っていうのは得られるものなので、自己流でもですね結果出そうと思えば出せるんですよね。正しい食事の方法、トレーニングの方法っていうのはインターネットからでも十分知識は得られるものなんですけども、やはりですね教えるスキルと知識を確かに持っているトレーナーから指導を受けて、自分に合ったトレーニングとか正しいトレーニングのやり方とか正しい食事の方法っていうのを教えてもらうというのは効率が全然違います。特にトレーニングをね始めたばっかりの方っていうのは、やっぱりね3ヶ月続けられるかどうかっていうのが結構大きな壁になってですね、やっぱり3ヶ月以内で辞めてしまう方っていうのはほとんどなんですね。でなぜ辞めてしまうかっていうと、自分の体に変化が見られないからなんですよね。頑張ってやっても変わらないから、もうやめようかなっていう風になってしまう。それってやっぱりすごくもったいないことなんですよね。トレーニングを始めたばっかりの頃っていうのは一番筋肉がつきやすくて体が変わりやすい時期なので、そういう時にですねちゃんとしたトレーナーをつけて正しいやり方でトレーニング食事に取り組んでいただければ、みるみるうちに体が変わっていってですねトレーニングも楽しくなっていきます。私もトレーナーをやっていてですね、パーソナルの指導を終えた後もですね、ご自身でジムに通ってですね継続してトレーニングしてらっしゃるお客様何人も見てきました。トレーニングを始めたばっかりだと、そういうねパーソナルトレーニングとか食事のね指導なんかの料金を見て、あ高いなこれって思うかもしれないんですけども、そこから先10年20年先も指導して教えてもらったことをもとに自分でですね正しい方向の努力を続けていって、その後もですね最短距離で体を変え続けていけるので、そういう意味ではですねなるべく早いタイミングでパーソナルトレーニングを受けていくというのはすごいコストパフォーマンスのいいお金の使い方なので、私もですねもっと早くから指導を受けておけばよかったなと本当に痛感してます。ボディービル始めた頃ぐらいからですねちゃんと教えてもらっておけば今頃もうちょっといい体してたのかななんて思ったりもするので、なかなか体変わんないんだよねっていう方は指導を受ける、食事の指導を受けるというのを検討していただいてもいいかもしれません。最後5つ目なんですけども、あんまり自分に期待しすぎないっていうことですね。トレーニングを始めるとか食事のね管理を始めるというのは、多くの方はですね目標があってやるわけですよね。体重何キロ落としたいとか、夏にね水着を着ても恥ずかしくないような体になりたいとかですね、いついつまでにこういう体になりたいというような目標を立てるわけなんですけども、目標がねあまりにも高すぎたりすると理想と現実のギャップでですね、こんなはずじゃなかったの
ていう風になってしまってトレーニング続かなくなってしまったりするんですね。これは趣味で鍛えてる方に限らずですね、私のように競技でやってる方にも当てはまるんですけども、例えばこういついつの大会で優勝するとかね、何位以内に入るとかね、そういう目標を立ててそれが達成できなかった時に心が折れてしまって燃え尽きてですね、トレーニングやめてしまうとかですね、大会に出るのをやめてしまう方とかね、やっぱりいらっしゃったりするんですね。まあ私もそうなりそうになったことってもう毎年のようにあるんで人のことも言えないんですけども、まあだからこそですね、あんまりこう自分に過度な期待をせずにですね、やっぱり人間の体ってそんなに短期間で自分が思い描いた理想の体になってくれるようなものではないんですね。やっぱり正しい努力を続けていけば本当に目に見えてね、どんどん体って変わっていくものなんですけども、自分の体がどんどん良くなっていくと、それにつれてですね、やっぱりちょっとずつ目標も高くなっていくものなので、ある程度ですね、長い目で見てそんなに短期間でね、理想の体にはなれないっていうのを覚えておいていただいて、思い通りの結果が出なかった時でもですね、あんまり自分に失望しないでほしいというか、そういうもんだよねっていう風に思っていただいて、トレーニング始めた頃と比べたら着実に良くなってきてるし、まあ自分のペースで続けていこうかなっていう風に思えるぐらいの心の余裕を持ってですね、トレーニングをしていただければなと思います。体を変えるのに一番大事なことっていうのは、トレーニングをしっかり続けていただくこと、理想の体になるまでとにかく続けることですので、失敗したとか成果が出なかったっていう時にね、あまり自分に失望しないようにしていただけるといいんではないかなと思います。今回はですね、トレーニングを始めた頃の自分に言いたいことということでね、5つご紹介をさせていただきました。トレーニングを始めたばかりの方とかね、大会出ようかなって思ってる方なんかにも参考にしていただけると嬉しいなと思います。他にも何か聞きたいことがあればですね、コメントいただければお答えをしたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。